ガイウス・カエキリウス・メテルス・カプラリウスは、紀元前2世紀後期の共和制ローマの政治家。紀元前113年に、執政官、紀元前102年には観察官を務めた。カエキリウス・メテルス家、ケイズ・カエキリウス・メテルス家は、共和制ローマ後期における極めて有力な一族で、ある。カエキリウス氏族自体はプレブスではあるものの、ノビレスとして保守派の代表格であった。 カプラリウスは、紀元前143年の執政官、クイントスカエキリウスメテルスマケドニクスの末の男子である。第3次マケドニア戦争後にマケドニアは、ローマの保護国となっていたが、王国最後の王、ペルセウスの子、フィリップスを自称したアンドリスコスがローマからの独立を宣言し、第4次マケドニア戦争が勃発した。マケドニクスは、この反乱をして、 凱旋式を実施するとともにマケドニクスのアグノーメンを得た。また、マケドニア属州が設立されている。マケドニクスは、紀元前131年に観察官となっているが、保守派の政治姿勢で、グラックス兄弟と対立した。カプラリウスの一番上の兄は、クイントスカエキリウスメテルスバリアリクスである。バリアリクスは、紀元前百三十年頃にアゼチカンとして、 テッサリアへ行き、穀物を確保している。バリアリクスは、紀元前123年に、執政官に就任していることから、遅くとも、紀元前126年までには、法務官を務めたはずである。バリアリクスは、バレアレス諸島の海賊を制圧し、紀元前121年に外戦式を実施すると、共に、バリアリクスのアグノーメンを得た。 紀元前120年にはケンソルに就任している。カプラリウスの時系は紀元前117年の失政官ルキウスカエキリウスメテルスディアデマトゥスである。ディアデマトゥスのアグノーメンは頭部を負傷した際の包帯に由来する。失政官としてはイタリアのインフラ整備を進めた。父と同じく保守派でありガイウスグラックスと対立したと思われる。番目の兄は 紀元前115年の執政官、マルクス・カエキリウス・メテルスである。紀元前127年には造兵官、紀元前118年までには法務官を務めている。紀元前114年から紀元前111年にかけては全執政官としてコルシカ・サルディニア属州の総督を務めた。この間にサルディニアで反乱が発生し、メテルスは この鎮圧のために派遣されて勝利し、紀元前111年7月15日には、外戦式を実施している。カプラリウスには二人の姉、または妹がいた。カズトは、紀元前114年の法務官、ガイウス・セルウイリウス・ウアティアと結婚し、もう一人は、紀元前111年の執政官、プブリウス・コルネリウス・スキピオ・ナシカ・セラピオと結婚している。 カプラリウスには三人の息子があった。長男は、クイントスカエキリウスメテルスクレティックスで、紀元前七十四年には、法務官、紀元前六十九年には、失生官を務めている。また、紀元前七十三年から死亡するまで人技官を、務めた。クレティックスのアグノーメンは、ミトリダテス六世を支援した、クレタ島を制圧した功績によるもので、紀元前六十二年には、 外戦式を実施している。次男はルキウス・カエキリウス・メテルスであり、紀元前71年には法務官、翌年には悪名高いガイウス・ウェルレスの後を継いで、シキリア族衆の総督となった。紀元前68年に失政官となるが、任期中に死去した。三男のマルクス・カエキリウス・メテルスも法務官を務めている。カプラリウスの娘は、 ガイウス・ウェッレスと結婚している。ウェッデスは、紀元前73年から紀元前71年まで、シキルヤ族収葬徳を務めたが悪性を行い、告発された。この時のキケロのウェッデス弾劾演説は現在まで残っている。カプラリウスは、紀元前133年頃には、スキピオア・アエミリアヌスの下で、ヌマンティア戦争を戦っている。 カプラリウスが何かの失策を犯した時に、スキピオが、もしあいつの母親が5番目の子を産むなら、彼女はバカを産むだろうと怒ったと伝えられている。父マケドニクスは、スキピオの性敵であったが、紀元前129年に、スキピオが急死すると、彼の4人息子たちに葬儀に参加するように命じた。紀元前127年に、ガイウスカエキリウスの名前が刻まれたコインが、 発行されているが、これはカプラデウスと思われ、この頃造兵官を務めていたことになる。遅くとも、紀元前117年に法務官に就任。紀元前115年末の執政官選挙に出馬するが敗北し、2年後の選挙で当選して、グナイウス・パピリウス・カルボと共に、紀元前113年にの執政官を務めた。カルボは、ンブリ族との戦争を担当し、 カプラリウスはマケドニア属州総督として派遣された。その後もプロコンスルとしてトラキアと戦い勝利した。ローマに戻ったカプラリウスは兄のマルクスと共に紀元前111年7月15日に外戦式を実施した。紀元前102年には老いであるクイントスカエキリウスメテルスヌミディクスと共に観察官に就任した。ヌミディクスは 紀元前142年の失政官、ルキウスカエキリウスメテルスカルウスの息子であり、紀元前117年もしくは、紀元前116年には造兵官、紀元前109年には失政官を務めている。カプラリウスもヌミディクスも一族の流れを継ぐ保守派のオプティマテスである。観察官は元老院議員を除名する権利があるため、ヌミディクスは五民官、 ルキウス・アップレイウス・サトルニノスとガイウス・セルイリウス、クラウキアを追放しようとしたが、カプラリウスは同意しなかった。サトルニノスは、ポプラレスの政治家であった。サトルニノスは、財務官として、穀物の輸入を担当したが、穀物価格を下げる提案をしたところ、元老院によって解任され、このためにポプラレスに転じていた。クラウキアは、パトリキの家系ではあったが、 サトゥルニヌスと同様にポプラレスであり、両者共にガイウス・マリウスの指示を得ていた。グラウキアは紀元前101年に五民間となり、さらに紀元前100年には法務官となった。この時二人はヌミディクスを国外追放した。グラウキアとサトゥルニヌスは共謀し、紀元前99年の執政官にはグラウキアが五民間にはサトゥルニヌスが就任しようとした。 彼らは目的のためには手段を選ばす。サトルニヌスは自身の支持者にグラウキアの対立候補を殺害させた。元老院はサトルニヌスに対して最後通帳を突きつけた。サトルニヌス派は鎮圧に出動したマリウス率いるローマ軍とフォルムロマルムで紫外線に及んだが敗北、カピトリヌスの丘に共に立てこもったが水を絶た,たれて降伏した。 マリウスはサトゥルニヌスをクリアホスティリア内に収容したが、反サトゥルニヌス派はクリアホスティリアを襲撃し、石や屋根瓦を投げつけられたサトゥルニヌスは支持者と共に殺害された。これに先立ち、サトゥルニヌスはヌミディクスへの報復として、マリウスの軍の退役軍人に土地を分配する、法律を承認するように迫っていた。これを拒絶したヌミディクスは、ローマから亡命せざるを得なくなった。 カプラリウスはヌミディクスがローマに戻れるように尽力し、紀元前99年にヌミディクスはローマに戻ることができた。ありがとうございます。